豊ユ神社は、千葉県船橋市金杉にある神社である。旧社家具は孫社。平安時代に、伊勢神宮の夏見送り屋の一部になった際に、神明社と共に当地に建立されたとされている。総本社は、伊勢神宮の豊ユケ大宮宮である。神社の周囲は、古い時代の土塁に囲まれており、防御施設としての役割も兼ね備えていたと考える。研究者もいる。 豊ユ大オーを主催神とする、昭和時代に、夏見込む路線の拡張工事や管理上の問題などに、伴い、近隣の新名社、天馬宮、八坂神社、白旗神社など、複数の神社を講師し、それぞれの祭神であった、アマテラス大臣、菅原道真、須佐ノ村も廃止された。近年では、豊ユ大オーより、アマテラス大臣の存在が強く、 神明者と呼称されることが多い。創始の経緯は不詳だが、金杉地区の歴史は古く、平安時代には、伊勢神宮の荘園とされ、伊布偉神社所蔵の王朝元年の文書にも、港佐藤、夏美号、宮本号、高根里とともに、金曽義号の名称で登場する、伊勢神宮領になると夏美に、その死後として、天テラス大臣を祀る伊勢明神船橋明神社が、建立されたが、 当神社も同じような経緯で、ミクリアの最北端に位置している、金杉地区に伊勢神宮の下空を勘定したのが起源ではないかと考えられている。なお、室町時代にミクリアが消滅すると、伊勢明神船橋明神社は、宮本の伊布妃神社や金杉、高根町新明社に分祀された。当神社は金杉集落の鎮守であるが、明治20年代頃から地元では、 金杉神明社、または神明社と呼称されることが多い。そもそも金杉集落には複数の神社が存在していたが、それらは常実のように道路の拡張工事その他の理由で昭和40年までに当神社に合祀され、その際に主祭神だったとゆけ大見かより合祀した甘テラス大臣の存在が強くなり、神明社の名称が自然に取り入れられ、定着したのではないかと推察される。 新名社となった今日では、船橋大宮宮の宮司が当神社宮司も、兼任している。神社は、ちょうど、夏見込む路線に面しているためか、再戦泥棒などの被害をたびたび受けている。特にここ2年くらいは、被害が多く、昨年も数人がかりで戸などが何度か壊されるなど、数ヶ月に数回のペースで被害を受けている。ただ、日頃、参拝者が少ないため、 盗まれるほど再戦がなく、太鼓が一度盗まれただけで、物色されるのみである。対策のため、高根同様寺警団が組織されている。最寄駅、ありがとうございます。